はい、皆さん、チャプキチカンパニーへようこそ。チャプキチです。さあ、今日はね、こちらディズニーのピクサー展ね、今東京の、東京現代美術館で今開催されているピクサー展、こちらにね行ってまいりました。今ちょうどね帰ってきたところなんですけれども、もうあの入場してから退場するまでもう本当にもう頭が真っ白というか、もうね口がポカンと開いた感じでね、かなりあっという間に時間が過ぎたっていう感じでした。普通に入ったのが夕方のちょうど5時半ぐらいで、5時か5時半ぐらいだったんですけど、今日が金曜日で、で夜の8時までやってるっていうことでやったんですけども、あっという間に過ぎてね、もう最後の本当に最後の最後の方はもうパーッとね、ちょっと早めに見て回らないといけないっていう状況になったんですけど、まあ時間が足りなかったです、本当に。ね、もっとじっくり見れたらよかったなとは思ったんですけど、まあ本当にギリギリで、ちょうど今月29日で終わりなんですね。なのでもう本当ギリギリ、今日夜中、まあ土曜日なので、明日で終わりということで。で、何にも買わないつもりだったんですけどね、ちょっと買ってしまいました。これ、この、バズ・ライトイヤーとウッディがね、もうここからね、もうこの友情っていうものがひしひしと伝わってくるという、ね、これちょっとポスターどっかに飾ろうかなと。もうこれ600円ぐらいでしたね、すごくお手頃な価格で。あとやっぱトートバッグとか本当は欲しかったんですけど、それが結構ね値段がどれぐらいしたかな、3000円以上はしました。それは諦めたんですけど、まあね、ほんなんていうの、いろいろとねブースが本当に広くてですね、ちょうどこれがマップです。これが1階で、1階かで、このあと3階に行く感じですね。でこの3階のですね、これ多分行った方はね分かると思うんですけど、このアートスケープっていうのがあるんですよ。ここにね、アートスケープっていうコーナー、これはどういうものなのかというと、ピクサーのアーティストたちが生み出した絵画やドローイングを大型スクリーンに投影する映像作品。そう、映像作品が流れている。で、その映像が臨場感あふれる音響との相乗効果で、アニメーションの世界に入り込んで旅をしているような感覚になれる。これ多分ね、4K だったと思うんですよ。すごく綺麗だね、鮮明で。で、すごくスクリーンが大きくて、横に長い感じのスクリーンでね、こう上映してる感じでね。もうなんか僕はそこが一番、ディズニーの元々の原画を題材にして、その一つの原画からどん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 中の世界に入っていくっていう感じの映像作品で、それがすごく良かったです。ピクサーの世界に入り込めたブースだったかなというふうに思いました。でそれ以外にもですね、やっぱりその原画がたくさん展示されているだけじゃなくて、とにかく楽しまされた展覧会でした。なのですごくピクサー映画、僕は全てが全て見たわけじゃないので、ちょっともう一回見直そうかな、もう一回トイストーリーからもう一回ね初めから見直したいなと思いました。あと上映もされてます。それは大体短編作品ですね、上映されて、だからすごく短編の作品も見る機会があればぜひ見たいなというふうに感じさせられました。まあ僕はびっくりしたのは、そのピクサー一番初め入ったところにピクサーの歴史が大まかに出てるんですね。ピクサーの誕生から今の2016年の今に至るまでの年表がパン出てるんですけど、ルーカスフィルムがねピクサーに相当関わってたと。ジョージ・ルーク、まあこれ多分知ってる方はね知ってたと思うんですけど、僕も かなりね映画好きなんですけど、そこはねちょっと把握しきれてなくてですね、ここルーカスフィルムが関わってたって言ってたんですけど、相当ピクサーには影響を与えたとか、もうほとんどピクサーを作ったと言ってもいいような、ルーカスフィルム、スターウォーズといえばルーカスフィルムだけど、ルーカスフィルムの映画界に与えた影響、力っていうものもすごく感じることができたので、そこも良かったかなとすごく思いました。はい、ということで皆さんもぜひね、このピクサー展明日までということなんですけど、ちょっと行ける方はねぜひ行ってほしいなと思います。とね、名言がいくつかあってすごい感動したので、その名言だけ紹介させてください。ちょっといくつかあります。1つ目、アニメーションは現実の人生を音のボリュームを上げて表現するようなもの。ピートドクターさんですね、これ監督なんですけど、音のボリュームを上げて表現するものね、だから普通の現実の世界の出来事をよりね強調して表現することができる、それがアニメーションだというふうにおっしゃっています。2つ目、私たちの映画は高度なテクノロジーでできているが、その核にあるのは想像力と鉛筆と神から生み出されるストーリーとキャラクターたちだ。いやもう本当にね、鳥肌立ちますよ。いや初めのエントランス入ったところにこの名言がいくつか紹介されてるんですけど、特にこれね、
キャラクターたち、このスピクサーの映画において個性あふれるキャラクターたち、そしてそのキャラクターにね、結構共感しやすい。で、キャラクターたち一人一人が情熱とか、あのこだわり、夢っていうものを一人一人が持っていると。でキャラクターが濃いんですね、一人一人。だからそのキャラクターのね、魅力っていうのはピクサー相当大きいものじゃないかなと、これすごく思いますね。で最後に、芸術はテクノロジーの限界に挑み、テクノロジーは芸術にひらめきを与える。芸術はテクノロジーの限界に挑んでるんですね。すごいいろんなね、表現法がどんどん今でも生まれてますからね。でもテクノロジーが芸術にひらめきを与えると。トイストーリーとかね、あとバグズライフとかね、もうすごい昔 CG ができて間もない頃の作品なにもかかわらず、あの映像力を生み出してますから。最近のね、あのインサイドヘッドとかもどん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 その映像技術っていうのも、人々の観客を引きつけるね、あの映像力っていうものもなかなかね、ピクサーさすがだなと。だからそのピクサーから影響された作品で、ね、実写映画もたくさんあると思います。はい、ということでちょっと名言も、お伝えさせていただきました。最近ね、ちょっと1週間に1本の割合にね、動画公開になっているんですけれどもね、そこは本当に申し訳ございません。もうちょっとね、公開頻度を上げれることができればいいんですけれども、なかなかね、ちょっと編集ね、ちょっと時間がかかったり、まあ、1週間に1本はちょっとね、出したいなと思っております。いつも動画をご視聴してくださっている方々、本当にありがとうございます。もうね、これ本当感謝しかないですね。ね、あの本当にコメントくださる方、本当にありがとうございます。もうコメントのね、おかげさまですごくやる気も上がりますし、で、あのその動画を見てくださっている方とこういう会話がね、 YouTube を通して会話ができる出会いがあるっていう、これもすごくね、こっちはとしても楽しいですし、とにかく感謝しかありません。本当にありがとうございます。ということで、これからもチャップ口カンパニー、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた皆さん、次回お会いしましょう。May the force be with you.